TBS、荒井博文こと、牧バイに通名報道昨日、在日韓国人の俳優である荒井博文こと、牧バイが女性に性的な暴行を加えたとして逮捕されました。それに対して TBS が現時点でも通名報道を繰り返しております。このボッケーバ牌に関しては NHK やテレビ朝日でも本名と国籍の報道が行われているんですが、 なぜか TBS では通名報道が続けられてしまっており、真実が、事実が報じられておりません。このボッケーバーに対して警察が捜査を進め、今回の犯行は確信犯であることが明らかになっております。起訴されれば実刑は確実だと見られておりますが、 このボッケーバイなんですけども、在日朝鮮人3世として生まれ、その後、韓国籍を取得したという経緯があるんですが、TBS には、このボッケーバイが引き起こした事件について、しっかりと真実を、事実を報じていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。